はい、マスクです。マリオカートデラックスやっていきたいと思います。さあやっていきましょうか。久しぶりのマリオカートになります。さあ料理できるかどうかやな。前もね動画撮ったんですよね。でもねなんか全部再開とかやったんでちょっとボツになりました。はい、前はピンクゴールドピーチで撮ったんやけどな、それちょっとボツにしたんで今回静江さんでね、しっかりと頑張っていきたいなと思います。さあウルトラミタボ解放をぶち込めていって、オッケーオッケー、これよ。で、緑ゴール当たらないで。バナナも当たらない。緑スナイプ気をつけて。メダルも回収して。緑打ってくんなよ。で、ぶち当ててくんな。かわす。インドリで。タオ解放。バナナ装着。効いた。この展開に持ち込めたら静江さんめちゃめちゃ強いのよな。逃げが最強なんで。そう、インコースいきます。インコース切り込んで、ターボを使いこなしていきたいよね。いいね。お、バナナダブルか。いいやん。なかなかいいっすね。スイー。おー、久しぶりのマリオカート。快適だな、このゲーム。すげえ楽しいじゃん。このライン取りね。ここ、ここ、これ、これ、ここよ。今の一番気持ちいいとこ、このステージで。ウルトラミタボ解放からのライン取りがめちゃめちゃ気持ちいいからね。さあ、ここも、イン取りします。よいしょー。さあ、いいね、いいね。独走してんな、完全に。これクラクションガチャ行こうか。クラクションガチャ行きましょうか。いや、もうダブル、いや、もうダブル防御で行くわ。凍結一発来ても別にいいし。ライフで受ける。さあ、インドリだけで。うわ、2位のやつスター出てんな。すげえな、あいつら。やばいな。あんまりいいアイテム引かれると、ほら、まだ差が詰まってきちゃったよ、ほら。うわ、やばい。うわ、よかった、ダブル防御で。赤ダブルはやばいっしょ。赤さんでしょ？それはきついよ。赤さんはきつい。お雷。あー、オゴーラも来た。うわー、もう災難やな、これは。もうなんやねん、このゲーム。ふざけんな。おい、スチロもスターやし。ちょっと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 、ほんまやめて。一生懸命頑張ってんぞ、俺。全パーにしてくれって。たまるか。あいつ赤ゴーラ持ってやがるな。どうしよう。ちょっとわざとグダったろ。グダグダグダ。先先行させるわ。よいしょ。あー、なんかもういいのも持っとる。あいつ爆撃したろか。無理やな、2位狙おう。よいしょー。無理やったな。災難なことになった。3、2、1、ゴー。さあ、サナエさんスタイルでしっかりとカラカラ砂漠引いてるんでね、キノコ出たらもうずっと持ち越し安定ですね。もう永久に持ち越す。そしてこのポンデリング、あ、俺ポンデリング食ったからね。ポンデリング、あのツイッターで俺ちゃんとドーナツってツイートしたから、みんな見たか。ちゃんとポンデライオン食いましたんで、あのカラカラ砂漠の間のコインを取る権利があるもの、それが俺なんだよな。ツイッターでツイートしてるから、俺ドーナツを。それでかいよな、やっぱり。ツイートしなかったら、あのサオデンの間のあれだよ、コイン取る権利ないんで、その1枚が大事、やっぱり。さあ、でもこれ防御系とな、反対がいいのな、ほんまは。裏にバナナで、あの、ちゃ、裏にキノコで、表バナナが一番いいねんけどな。あいつもクラクションも持っとんな、2位。さあ、もう一回ちょっと、メダル増やしつつ、サボテンの、これ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 、あ、メダル切れたな、あれ。あ、全部パーや、俺のアイテムが。これ厳しいな。いやー、逃げは強いねんけどな、静江さんの。静江さんの逃げ自体は強いんですが、アイテムがないとやっぱね、とどめ入れられる。ボム兵か。ボム兵でパンチ足りねえな。キノコが欲しいからな。どうしても1位やったらキノコ出えへんから。どうしようもないのよな、これ。この状況どうせえよね。適当に置いとくか。さらに後続との差を広げるしかない。あ、でも当たってないな、ボム兵。赤ゴーラは阻止できます。青ゴーラ来たか。めんどくせえ、これ譲れる距離じゃないもんね。バナナに滑ってかましたろ。よいしょ。これうまいな。今のはうまいね。バナナに滑ってアゴーラを回避。あ、なんか前になんか変な舞台おらへん。うわー、気を取られた。前になんか周回遅れのやつがおって、そいつに気を取られた。やべえ。しかもサンダー回避どんだけすんねん、あいつら。ちょっと待ってくれよ。トリプル屋敷の子出せ。お、来た。キラー来たぞ、3位で。3位でキラーって病気やろ。しかも周回遅れと思ったあいつチーターか。全然周回遅れちゃうやん、あいつ。
ドンキ1位でなんかスターで行ってたみたい。いつの間にか収穫ぐらいに気を取られたと思ってました。大外分回すわこれ。残念、そんなとこ通用しませんよ。最強ボジって来たな。裏道、裏技。3、2、1、ゴー。さあ前逃げの展開に持ち込みたい。やめろ、負けてたまるか。どけ、うわ負けるな。先にターボ解放、あら、すり合っていけ。バナナ吸い付けられんなよ。うわー無理か。バナナ設置が怖いからここはちょっとあれだな、ダブルは取れない。赤ゴーラ、うーん、まあこれはもう装備していこうか。あれ、赤ゴーラもがれたな。あいつに当たったんかな。あいつに当たったっぽいね。さあ仮面がおるからね、前方に。前方の仮面に注意して。バナナ設置。あ、ダブル取れなかった。甘かったな今の。ライン取りがクソ。ノージャンプアクションからメダル取るわ。3枚ジャンプアクションします。さあメダル8枚まで浮上、いいよ。あとはこのまま防御固めてトゲゾーン待ちの展開。やべ、壁が落ちちゃった。おお、マジか。もう雷くんの早くね。しかもお前雷回避おるし、ハンターもやるな。さっきの試合も雷回避からあれやもんな、毒素入ったもんな。やるじゃねえか、運だけはいいな。八百長してんちゃうな。よいしょ。自分だけなんかスターのタイミングで雷打つような、そういう八百長はやめろよな。豆ご飯回してるよ俺。トリプル防御で、これでパンチ足りねえな。どっかで勝負仕掛けないと。いいか、もうこのまま行こうか。勝負仕掛けんといたろ。あえて放置。よいしょ。いやでも仕掛けたいな。ここ交換するか。うわー、あいつ芝くどけ。うわー、なんやねん、どういうこと。おー、意図的に当ててきたなお前。こらガキ、しょうもないガキ。こらこっちは大人が真剣にやっとんねんガキ。お前おらバイバイ、ざまあ見ろ。少子こいてねえぞ、必死こいとんねん。当たる、オッケー。これ昨日一報じで最後のショートカットで使います。おいお前、おら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 、パックン混乱すんなそこで。ダメだ。3、2、1、ゴー。さあネオクッパシティ前張り成立するか。前張り成立させたい。ネオクッパシティっていうのは前逃げがめちゃめちゃ強いステージなので、もうショートカットないんですよ。なんでかというと、ただそれだけの話。キノコがね腐るステージなんで、もうコーナー多いから、キノコで追い上げることが不能なので、もう絶対にこの4位離さない。もう君を離さない。もうこっからもう絶対に2位も当たってはいけません。当たったやつからもう、はい、退場。うわー、あいつどけよお前、おとなしく当たってんからよ。当たったやつに邪魔されて、お前ハゲマントお前じゃ。オッケー決まった、ハゲマントへの圧をかけていく。いやまだチャンスあるよこれ。いやでもメダルも0枚やしな、かなり厳しいな。厳しい、もう生で戦うしかないからな。もうメダル0枚の生身で行くしかないんで、かなり厳しめ。生ダイレクトで行くしかない。さあ SS 取るよ。取れないか、 SS が取れない。よいしょ、ボメ後ろでいいや。とりあえず後続との差を広げよう。さあ3位、これで3位以内は確定したの俺。うわー、赤ゴーラやめて。もう誰やねん打ったやつ。おーお前何当たってんねん。お、悪い字助けてくれるのか。スター来い、来た。うおー、1位だけ当たったらええやん。意味わからんこのゲーム。俺悪いことしてへんやん。何にも悪いことしてへんで。ダブルキラー来い、曲がりきれへんから。スターもう雷読みでスター使います。いやー雷来ねえか。でも使うしかないよな。もうよいしょ。さあラストチャンス、おっしゃパフルダッシュいって。なんやねんこれ。はあ、もう
どんだけ頑張ったと思ってんの俺。3, 2, 1, go! ちょっと叫びすぎて喉痛めそうなんで、ちょっとしっかり集中しようか。関係ないけどな。集中するのと喉痛めるのはどういう関係があんねん。おいおい、ガードレール、もう最近切れてばっかりやからな俺。ちょっとあかんな、気性が荒くなってきたな。まずいな。ちょっと落ち着いていこうか。でも感情むき出しになるのも、でもそれもそれでいいと思うんだよな。やっぱ人間ですから。ええやんか、人間やんか。感情むき出しでこそやっぱ面白いってのもあるじゃん、逆に言えば。なんかそのぶち当てられてもさ、なんかいいよいいよとか言って、そんなんあれやんか、面かぶると言いますか、かつらかぶると言いますかね。なんかその嘘やん、そんなん当てられてもさ、これは仕方ないねとか。いや、そんなん嘘や、ぶち切れてるやろ心の中で。それをやっぱ表に出そうや。もうそういう感じでいくわ。当たってね、不愉快じゃないわけがないので。さあ、ここしっかりダブルアイドもぎ取らせろよ。 OK で、あいつ赤グラ持ってんのか。バナナ装着するか。これはさすがに危ない。当たる、もうふざけんなこら。さあ、ここでしっかりと、ダブルアイドも取ろうか。おーい、何がブーメランじゃこら。赤ゴーラでヨッシが前方の、よし、前方の人間を駆除してくれてんな。ナイスね。うわー、後ろにスター持っとるし、ヨッシへの圧をかけていきたい。さあ、相手もぎ取ってコイン全回収かけます。あ、だったらしばくもうええって。さあ、5番手、危ねえ、バナナ当たるとこだった。おーい、もうおいも、もう一生懸命やって天皇にどけ、お前踏み潰したるわ、そのピーチ。パワフル出しキノコ、おい、うわー、キノさんか。割といけるぞこれ、割といける。56位でなんとか。もうやーめた、バイバイ、もう帰るわ。3, 2, 1, go! さあ、キノピオハービングいきます。実力見せたいよね、とんでもない実力見せたい。前張りからも逃げ切るような、皆さんの想像をひっくり返すような、そういう立ち回りをね見せていきたいですね。サッカーゴーラー、あいつ無駄投げしたな。緑ゴーラー無駄投げ。さあ、緑ゴーラーの無投げがダメか。おー、危ねえ危ねえ、緑ゴーラの胸毛に刺さるとこだったぜ。おー、結構あれやな、お盛んですね。みんな適当になんか投げとる。みんなあのアイテム、もうノーガード戦法やからな。怪力みたいなもんや、完全にノーガードや。みんな守ることをもう忘れとる。おーらね、攻撃しか考えてへんやん。ジュン、てめえお前か、赤ゴラ当てたのは。はい、残念。わざと煽り運転。うわ、うまっ、あいつ許さねえ。赤ゴラ当たる、当たる、当たる、マジしばくぞ。デッシュボールで耐えろよ。ナイス、さすがサナイさんだぜ。で、これ抜かすと赤ゴラ当たります。でもそこを、おーい、おい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 、どけもう。あいつしばく、お前じゃなめんなよお前。人に赤ゴラ当てたら、おお、何このゲーム、ちょっと分からんくなってきた。ゲームかどうかすら分からんくなってきたわ。アイテム取れねえし。うわー、今の取れないみたいな。どけ、腹いせいじゃ。特に意味のないとこで打つ。さあ、インコースから、よしよしよし、割と前近いんちゃう。次なんか当ててきたやつも排除するわ。アイテム取れないでいく。頼むからアイテムで取らせてくれ。危ない危ない危ない、スター持っとんなあいつ。あー、もうなん、ちょっとスター来い。うわー、なんだよね。いや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 、おかしいな、この部屋おかしいよな。なんか全員気性荒すぎひん、こいつら。危ない、危険運転の塊やんこいつら。いやー、しょうもないアイテムよこしやがって。
おー危ねえ。スリー、ツー、ワン、ゴー。さあラストレース頑張っていこうか。ふぅ、ちょっともうね、発狂しすぎて切れすぎてもう疲れましたよ、正直言って。ガチで怒りすぎたなあ、あかんな、ちょっと疲れたんでゆっくり行こう。最後はドライブ行こうか。ここピンポイント、今の当たらへんの。さあここちょっとあれやな、この部屋守り固めとかなあかんわ。赤ゴーラとか緑ゴーラめっちゃ飛んでくる部屋やから守り大事よ、メダルとか大事やし。さあバナナ設置、あいつ舐めてんな。ほらね、めっちゃ飛んでくるからね、いろいろ。緑ゴーラ来い、よしよしよし、赤ゴーラ大きい、いいよいいよ全然いい。おっとブーメラン、あふざけんなやつ、当たったらマジ困るんですよそれ。ダブル来い、よしいいね、よし今回あれやな、被弾祭り避けれてるからでかい、今回でかいね。赤ゴーラ、うん、これ打てねえよ俺。おっとここで赤ゴーラ来たら打つわ。あーバナナか、まあいいや、守りを固めれるという意味では全然いいでしょう。うわージャンプアクション入らへんし、小さいからジャンプアクションむずいのよな。あぶねー、おおあぶねー、耳ちぎれるぞお前。サナエさん、しずえさんの耳がちぎれそうになったわ今、危なさった。さあウルトラミターボでいくわ、ここトゲ誰か歌えんかな。赤ゴーラキノコある、ラッキー。うわーいらねー、これ処理がめんどくせえんだよ。トゲこうへんか、日野さん、いやーこれじゃ無理だ、3位確定圏内やな。よいしょー、まあ十分かな。じゃもう一回だけいくか、スリー、ツー、ワン、ガー。さあラストいきましょう。おー危ねえ、今の押してたらもう終わりやんけ、ゲーム終了やんけ。危ねえ危ねえ、まずはメダル回収、基礎中の基礎から、基礎から組み立てるマリオカートいきます。あーちょっとチクタクの張りやめてね。メダル、よしメダル8枚まで来ましたね、超順調。ジャンプアクション入れて、そうね、まあ2番手の一戦なんでこのまま追走しましょうか、いいでしょう。さあここもインコースで切り込みながらのウルトラミターボ解放で伸ばしますよ、ターボ。赤ゴーラ持ってんだよな、あいつが。いやでもなんか俺の方が速そうやな、あいつら俺の方が速くね、なんかテクニックの差が出てるか。ほら割と追いついてきちゃったよ、当たる、危ねえ、これインコースから抜いたな。なんでは、お前消えとるぞガキ、こら透明マント使うんじゃねえ、当たり前じゃんお前、何消えてまんまと逃げようとしとんねん、ふざけんなよ、そんなん認められへんからなこのゲームで。透明アタックとかな、許しがたいほんまに。ウルトラミターを解放、 JA OK 完璧、ジャンプアクションする、クラクション狙い、あトゲきた、うおー譲りたい、豪快すぎた、譲り方が豪快すぎたけど、まあ、譲れた、よし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 、譲り方豪快だけどまだワンチャンあったよな、いい譲り入った、落ちるっていうね。さあラブイズマインド、ブーメラン、よっしゃ、あーお前どけ、いやまだ加速がある、まだ終わっていねえ、まだ終わってねえ、俺にはブーメランがある、あれよいしょ、防御アイテム確定させるわ、頼む、最後のウルトラミターを解放よ、仕事しろ、ウルトラミターを解放、赤ゴラか、やめなさい、よっしゃ OK、 最後は決まりましたね、なかなかすごい部屋に入ったな今回ね、ご視聴ありがとうございました。